ねえ、今日からね手形会始まってんのよ。だから詰め切らないとじゃん。悲しい、ここまで育てたのに。バイバイしてください。そう、今日はお友達の気持ちになってみたんです。はい、一本だけ残すの新しいけどね。ミューパイセン、ミューパイセンだっけ。今日はツイート見れますか。配信が終われば見れるのでゆっくり見ます。サメの気持ちわからなかった。でもね、この左手は小指と親指だけなんだよね、爪が長いの。こっちがやばい。あー、せっかくさ育てたのに切ります。何そのギフト、おもろ。好き好きだって。かわいい。そう、そんな感じです。かわいいんでしょ。ネイルしようとしたの、爪を可愛く切ろうとしてました。あ、クッキーだ。そう、でもさ、これさ、あの押せない、押せないのよ。いや、リップ塗る。ちょっとさ、すっぴんだからさ、ブスですけど。手形と爪って、なんかインクがここに入っちゃうのよ、爪が長いと。それは嫌なの、爪が汚れるのが。だからもうだったら切ります。手にはね、チャックないんですよね。だからちょっとなんか見える。そう、見えちゃう、ちょっと。あれ、気づいたんだけど、お日様の生誕祭入ったら残念ながら契約できないから1年持ちくしかない。大丈夫だよ、1ヶ月以内だったら全然 OK だから。これサメなの。いや、シャークアタックみたいな。で、ミは英語を読みました。これでサイン会出る。ヘイみたいな。手、指ないよ、大丈夫。ムーミン古くないです。今一番くじ出てます。これ上半身だけなの。だからね、ダメ。だったら普通のズボン。背中？普通の多分サメみたいな。何にもないですね。あ、でも尻尾があります。尻尾じゃない、ヒレ？ヒレがあります。なんかすごい。そう、すごい。ジャージじゃない。お気に入りの服、買った服です、この前。これは早く仕事でお披露目したいのでお仕事ください。そう、もうない。今日はお茶をね、2本も買いました。そう、サメです。シャーシャークです。今日はメイクですね、すっぴんです。珍しい魚。生ハムうまいっしょ。みんなに伝わってほしい、生ハムのうまさ。寿司食べて。リップ、そう、リップを塗ろう。この服めっちゃ高いの。加工してないでしょ、ついてますよ。滑らかさが 40% くらい。 40% くらい。イエーイ。サメが好きだったの。サメが好きっていうか、なんかお友達にサメが多いっていうか。
お友達にサメが多いです。シャークとジョーズの違いは映画か英語かみたいなちょっと重くねはい、リップ、そう、劇場でやっと戻ってきた私のリップです。アピューの嬉しいだけ。そう、目がサメみたい、どういうことですかそれは褒め言葉。そう、なんかこうやって置いてあったの可愛い色で全然落ちなかったです。昨日もこれつけてたんですけど乾燥しちゃうけど落ち、色落ちは全然しなかったです。びっくり。はい、みんなスシロー行ってくれてるやん、お願いな。めっちゃ疲れたの、落ち目は覚めた？おー、うまいかもしれない。みんな天才ですね。なんかね、もうさ、あれが終わるんですよ、ドライブが終わっちゃうんですよ、13日で。でさ、13日で終わっちゃうんだけどさ、なんか後半がけたたましく強い人ばかりでさ、はい、汗汗です。あー、いい香り塗ります、塗り塗り。桃田美も見てない、今日朝やってたんじゃない。なんか生誕があると多分桃が夜にショールームしづらいから時間が短くなっちゃうんだよね。だから多分朝とかやってると思いますでみんな可愛いですか。桃田はあれのあれで今日はおやす、あれのあれなのね詳しいな。制服のアンケート見た？制服のアンケートってなんだろう？制服のアンケートって何ですか？あー、ドライグのやつね。まだ見てないまだ見てない。ママー、なんか見ました、まとめ、まとめサイトのあれタイトルみたいな見たけど開いてないや。なんかさ、そういうのさ教えてほしいね、メールでオリジナル衣装がいいよな。じゃじゃん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 。ファンクラブ今日はアナちゃんでした。おー、中坂はあのね、中坂はめちゃめちゃいいやつを書いたのでお楽しみに情報収集方法、だけど同じやん、同じです、ピース自分だけの衣装嬉しいね。で作ってできたらえー、悩むね、ちょっと見てくるいつも2月11とかまでですよねそこ忘れてるんか。中ちゃんとかいないって同期めっちゃ仲良し、本当は昨日会う予定だったけど中坂がちょっとドタキャンをしてしまったんだ。明日会えるかな新衣装も捨てがたいですね。あー悩むな、めっちゃ悩みますそれ。いやでも分かんないよ、まずはやっぱ8人に入ることが重要ですから頑張りましょう。
もう中間発表からさ気が抜けなさすぎてさ、もう胃がもたれそうやばいね。あーリップがついた、ついてなかったそう、長ちゃんです。おーわー、その前にアンケートの締め切りが来るね。そうなんですよね、悩むね。ちょっと悩むから待っててください。ガチで恐ろしくて強い。なんかみんな強すぎて怖いんだよ。もう負けられないの私は。もう負けられない戦いなんです。なんかさ本当にさやばいよね。なんでだろうね。ワクワクもするけどワクワクより怖いの方が大きいですね。なんかこう自分が参加しない試合を見ると、あの参加できないことにムカつきもううるさくなっちゃうの自分が。そこ趣味行かないのなんでみたいなもうさめっちゃうるさくて自分がもうすごくやばいの、ね、なんでそこ負けるのみたいなもうだからさ、あの本当にやめてください、ドキドキさせないでくださいそう、中間発表は6位で、同率6位が3人いたんですよ。3人もいたんですよ。で、そうで6位がボーダーだったのね。3人もいるからさ、だからさやばいの本当に。でしかも私全く上位メンバーと戦ってなかったので、うん、ド緊張ド緊張、あったかいです、イエーイ今は見れないからさ、ドキドキもさできなくなっちゃったけどさ、接戦なの。そう接戦です。だから温かく見守ってください。6敗だったら入るの。はあ、はい、あやめて、やっぱ現実突きつけないで。ミユはいけるんだ、ミユはいけるんだ。そう聞いてください、あのさ連日重い荷物を持ちすぎたせいで今両腕がさ筋肉痛なんですよ。やばすぎ、痛い。その後も勝敗はどう？言っていいのかわからないでも発表されてから一回落ち込みました。でももういけると思ってます。はい、なんか紐みたいなのが取れちゃったね、紐みたいなの取れちゃった。何の紐だろう、何の紐か分かんない。あ、ここにつけるやつだ、取れちゃった。ねえ取れちゃったよみんなねえ取れちゃったよー大変だけどさ仕方ないからさ、うん、これつけれるかな。ここにね穴があります、多分。いやこれじゃないのか、こっちかな。いやここっぽいな。ねえねえ、なんで撮っちゃったのみゆちゃん。にゃーにゃー、入らない。大切に撮っておきますね、すみませんでした違うの、なんかここに紐ついてるじゃん、これが取れちゃったんだけどさ、これさここにさボタンがあるのね、多分ここにつけるやつだ、多分つけない、大丈夫そうじゃあここね、まあ痛いの、あの唇が荒れてなすねん、乾燥してるねん。あちょっと血が滲んでますね。てかこんなに
みんなには伝わらないんだけど、めっちゃラメが入ってて可愛いんです。あ、わかった。これさ、このこっちのボタンにつけとけばいいんじゃね？ちょっとさ、私片手でボタン閉めれないくらい不器用だからさ、そう。うん、いつも制服衣装はボタンを閉めてもらいます、衣装さんに。ここのそう、顔隠すのがスタンダード。でもなんかチャックだから隠すのがスタンダードなんじゃね。目がここにあるじゃん、これが口なのかな、ガブー。あー、そうだそうだよ、みんな思い出してよ、聞いてください。サイン会の写真を一足お先にもらってきたんですけど、めっちゃ可愛かった。ゴリラじゃないよ。持てて、パクパクです。サメは多分ここら辺に目がある、自分で言っちゃうけど、めっちゃ可愛かったので期待してください。色は言えるの？でも今日の4人の見ればまあなんとなく想像つかんみたいな感じです。そう、サイン会は中ちゃんだけだから、おお、ドキドキ。でも今回は結構本当に倍率高めでしたよ。うん、それも結構前回めっちゃ買ってくれた方がいて、今回もめっちゃ買ってくださったらしいんですけど、めっちゃ外れたらしいです。だからめちゃめちゃ倍率高かったんだなーって、あの改めて感じました。だから当たった方おめでとう。本名で？でも知ってるよ、もうすでに本名。大丈夫。初サインのよろしくお願い、よろしくお願いします。マッスル、マッスル。そう。当選したやつでリアタイで見るの見えちゃうんだっけ？イエーイ。中ちゃんのサイン写真盛りだくさんだもん。そうだよ、めっちゃ盛れてるからさ、楽しみにしててください。初めて別の名前でもないぞ、みんな遊ぶのにハマってん。みんなの本名、みんなの本名はあんま知らないですけど、はい。だって本名公開してる人あんまいないじゃないですか。でもなんかそれこそ AKB さんのオンライントーク会とかはゴリゴリ本名でしたね。懐かしい。最近の写真はどれも可愛くて、昔の写真は可愛くなかったみたいなスタンス。まあでもね、思ってます、私漏れてねって、ブスだなって思ってます。インスタで情報収集してた時もあの本名で書いてくる人ほとんどいなかったけどね。はい。ねえねえ、この肌荒れってどうやったら治るんですか、切実な疑問。今日の夜ご飯なんでしょう。チッ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 チャリーン、貯金箱にお金を入れました。本名に割と近い肉、でもみんなそうでしょ。ハチ切りの写真はどうにかなります。ハチ切りの写真がブスみたいな。でも大富豪のあのハチ切りとか革命とか、そのそういう時の写真で一番漏れてるのは階段です。階段の長さからまだ見れる顔です。
ヒントは昨日のトークショーに出たよねみたいな。チェキンしてね。階段かわち階段はまだ見える。本名文字が一番。でもみえさ、ショールームさ、あのオタクだった頃に使ってた名前さ、一言も本名入ってなかったわ。でも推しにはみえちゃんって言ってた。みえちゃんですってね、名札を見せたい、みんなに。見せないけどさ、本名全く関係ない。関係なさそう。はい、ハットマーク月友で申し込んでしまった。それは私は別にいいんですけど、あのゆずぽさん的に大丈夫なのかなって。すごい自分をちゃん付けしてた。はい、みゆちゃんで覚えてもらってましたね。だからみゆちゃんって言われてました。あやかさん、でもあやかさんに名前言ったことないかも。その何回も言ってたわけじゃなくて、1日に何回も言ってたわけじゃなくて、あやかさんは毎回言ってたけど1枚とか2枚だったから名前は言ってなかったかもしれない。まさなさんくらいしか言ってなかったかもしれない。確かにラジオでもみえちゃんって言ってた。でもあれは申し込んだのがお父さんだから、みえちゃんで申し込んだからみえちゃんですって言うしかないじゃないですか。はい。本名は入り内島で、入り内島ってすごい名前ですよね。初入り内島さんでした。前も中坂にちゃん付けで呼ばれたい。ちゃん付けで呼ばれたいの、いいですね。みえちゃんが SKE に入る未来はあるんだろうか。みえちゃんは SKE に入るつもりゼロでオタ活してたから。僕も今日からみえちゃんにします。みんな最近みえちゃんって呼んでるくれるやん。みんなすごい覚えてるんですね。幼馴染にいたの、すごいね。読めない漢字は禁止ですか？禁止ですよ。読めないもん。ここから全員ちゃんたち付けで。みんなちゃんたち。いつから SK に入りたいと目覚めたの？ガチで入りたいって思ったのはドラフト受けるときですけど、はい、そんな感じ。ノリでした。称号8期は。あゆかぴょんさんに行けなかったとき、みゆちゃんはって言われたんじゃなかった。あ、みゆちゃんはじゃなくて、娘ちゃんはって言われたんです。でもすごいね。一回も握手してないパパサカの顔を覚えていたあゆかぴょんさんが素晴らしすぎると思います。はは、すごいな。なんかケチだよね、思うわみゆ。なんかさ、よくさ、家族連れで握手しに来てくれる、トーク会来てくれる方いるわけよ。でもさ、みんなさ、ちゃんとさ、パパもさ、娘とか息子さんもさ、握手してくのにさ、うちさ、ずっと 見守りたいみたいな、あ、付き添いなんでみたいな、絶対握手しなかったわけよ、お父さんは。だからさ、やばくない？めっちゃケチじゃん。めっちゃケチじゃん。今日の服はサメです。シャー。ドラフトで AKB に指名されてたら言ってたと思います、余裕で。AKB なら言ってたかもしれないな。他は考えます。サメですってテロップに書こう。食べちゃうぞ、食べちゃうぞ。AKB なら言ってた、
ショックです。違う、 AKB さんはあの東京だから、東京なのと知ってたから多分行ってたと思うし、だから自分的に指名されなかったことがめちゃめちゃ悔しかったんですよね。だから SKE が選択したし、選択終了した後も一生もうどこでもいいから指名してほしいなみたいな、自分のプライド的にもうどこでもいいから指名してほしくて、もうお願いで東京とかなら新幹線で行き来できるかなって思って、多分 AKB さんなら行ってたと思います。はい、まあ、結局指名されなかったんですけどでもその AKB さんにオーディションがあったら受けてたとかはもう100ないですね。 SKE だけです普通に。だからそもそもねドラフト受けたことが奇跡ですからそう、 0.9% で選択終了されたんですから、悲しい。そう、サメの鳴き声、イルカみたいな感じじゃないですか、キュッキューみたいな。でも単独で SKE 志望してたからね。いやそうなんですよね、もう SKE が良かったって感じです。イエーイ。なんか今日顔に丸みがさすごいね、顔の丸みがすごいんだけど 0.9%。 あの私ショールームの投票機能で、あの投票されて決まったんですドラフトって。でその選択終了っていうのがもう今では縁起のいい数字になったけど73番だったんですよ、選択終了がね。でその73番のボールと中坂の42番のボールのパーセンテージの差が 0.9 でした。すごくない？そう、でも逆に SKE じゃなかったらっていうか9期じゃなかったらみんなって出てない可能性全然ありますからねギリギリってこと、そうギリギリで負けちゃったのそう確かにボールとバットみたいいやほんとそれな、マジさ、てかそもそもだけどさ、ファンに落とされたのにさ、言い方悪いですけどファンの皆さんに落とされたようなもんなんじゃないですか。なのにさよく取ろうって思ってくださったなって思います。 SKE がめちゃめちゃ思う。だってさそういうことじゃないですかでもそういうことじゃないです。もちろんミュウに10%かな、何パーセントかの方もちろん応援してくださる皆さんがいたのはあのもちろん知ってるんですけど、でもまあそういうことじゃないですか、言い方悪いけどさ。だからファンの人が落としたのにその中坂をあの取ったっていう SKE めっちゃすごいなって思います。でも 0.9% で落ちた瞬間みえちゃん襲うと決めたから、なんか嬉しい。ツイートしないでくださいって言われる、ツイートしないでください、てか切り抜かないでください 100%。 そう言い方悪いですね、ごめんなさい。だからまあ落ちちゃったわけですよで、まあ、まあ投票で、まあ、人気投票で、まあ、落ちちゃったから、まあまああんまちょっと人気ないのかなって思われちゃうじゃないですか。まあ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 、もちろん今はすごいたくさんの方に愛されてますけどでもそのまあそういうことじゃないですか。だからなんかこの人を取ってもその将来的になんか伸びるかはすごいあれじゃないですか、不安っていうかさ、まあちょっとさうんってなるじゃないですか。だからそのもう受かるかなっていうテンションで9期も受けたんですけど、なんかとっとことっとっとみたいな感じで行きました。でも本当に最初はあー現実って厳しいって感じでしたけど、でもなんかもう全然今ではあー頑張ってよかったなと、休憩受けてよかったなって思います。 K2 で投げたのボール投げてありがとう。そう、 K2 でもめちゃめちゃ上の方にいたんだよね、2位か3位とかにいたの1位じゃないんかーいそうそう、まあまあまあ1500人しか見てないと信じてます
見ないでください。空気で入ってくれてありがとうだった。みんなありがとう、優しいね。イエーイ。リブラあげてきます。リブラはあげるべし。全部運命かな。運命だよ。赤い糸です。キューキードキュメンタリー中坂さんだっけ。そう、あれさ、めっちゃブスだからさ、やめてほしい。すっぴんだし、前髪ありえないくらい割れてるし、みんなに大爆笑されたんだよね。ブスすぎて中坂やばーって同期に言われたんですよ。そうやばくない？みんなもひどいよね。なんかさ、みんなの反応は、え、なんかかわいいみたいな、かわいいみたいな。そう、オーディションの、あのオーディションを切り抜いてたんですね、面接を。で、まあこう映るじゃないですか、みんながこう、私のチャームポイントはここですとか、私は好きに入ってこういうことがしたいですみたいな言ってて、みんなかわいいとか言うのに、中坂が出た瞬間に、え、面白いみたいな、え、みたいな、ひどくない？そう、目はあのブスだったから、まあ、認めるけど可愛くなかったのは。でもいや面白いわさ、ひどくないみたいな。そう、面白かったです。で、受かった時もすっぴんだったし、なんか眠そうな顔してた。そう、面白いが褒め言葉やで。だってさ、姿見だよ、見た目で面白いって言われてるんです。そう、どれだけ聞いてるんですけど、大丈夫、大丈夫です。可愛いみゆちゃん見てください。何回も言いますけど、中ちゃん9期生で初めて話したメンバーです。イエーイ、ありがとう。今日は21時半くらいに終わります。そう、ミュは9期の初顔合わせの隣は池田でした。池田はめっちゃいじってきます、私のこと。そう、なんかめっちゃ可愛くない動画いっぱい持ってる。だからミュもいっぱい池田の面白い動画持ってる。そう、仲いいかできることですよね。でもそうね、9期仲良しなので、9期にもいつかチャンスが巡ってくると信じて、まあ、まだだってさ4年目ですから、まだまだもっともっと頑張っていきたいと思います。うん、誰も辞めないでね。なんか今本当に同期辞めるとか考えられないくらいやばいです。そう、イさんは5歳差です。イさんは2000年生まれのミレニアムベイビーです。私は2005年生まれなので5歳差です。そう、最近綺麗、ありがとう。すごいさ、今日目が開かないんだけど大丈夫かな。あ、待って、二重幅が戻りかけてます。嬉しい。フさんは、フさんが何歳か知らないんだけど、23歳だから7歳差ひえひえ、年上メンバーとばかり。そもそもだって同い年と年下がいないですから、同期に。あ、間違えました、年下はいます、一人しかいないから。だからそのそもそもね、そういういないのよ、つながりがない。年下も4人しかいないから、そう、だからそもそも年上としか仲良く見えないみたいな。いないからね。アイドルになるっておじいちゃんとおばあちゃんに言った時の反応どうだった。あ、私自分で言ってないですね、ずっとひた隠しにしてました。絶対言うなよって親にも釘刺してて、で釘刺してたけど、あ、バラされました。
そう。なんか恥ずかしいじゃん。あ、衣装投票してきましたって。どれにしたの？秘密投票みたいなのありますよね。キューキとして初めて喋ったのお試し京都パルスプラザかな。パルスプラザ懐かしいね。懐かしい、めっちゃ。なんかあれ運だったじゃないですか。なんかさ、3つぐらいにグループ分かれて、なんか交代交代交代みたいな。なんかさ、あれで話してたってもう運命だね。そう。なんで教えなかったの、バレるのに。バレないでしょ。だっておじいちゃんもおばあちゃんもスマホ持ってないし、インターネットなんてない国に住んでるから。そうです、日本に住んでますけど、パソコンないし、携帯持ってないし、 Wi-Fi 飛んでないしみたいな。だからそう、まさなさんが優しいでざわざわしすぎてました。そう、なんか SKE48 さんを言いまくって注意されました。中坂デビューは劇場公演でした。おお、それが一番さ入りやすいですよね。なんか昔は多かったですもん、劇場からファンになったよみたいな方が。嬉しいだけどね。今では大半がショールームです。イエイエイ。ミミィたちがバレると思います。あ、まあ確かに。ミミィたちは全部撮ってくれてるんだって。大徳さんも歌唱力も取ってくれて、平均も取ってくれて。そう、個別握手会からかな。うん、個別握手会からはすごい珍しいタイプですね。でも結構やっぱショールーム多いですね。個別に行って早く出ないかな。いや、それな、みゆも個別トーク会出たい、早く。うん、僕は早朝ブチギレ宿題配信から。懐かしい。なんだよ、モンブランにブチギレる配信でしょ。めっちゃ懐かしいな。推しのオシリンを見つけたのも研究生公演かな。お、私アメブロとショールームです。アメブロもめちゃめちゃね多い気がします。ありがとうございます。あの自粛期間がなければこうなってなかった。確かにね。ショールームで気になって AKB の小悪で押し増しで魅了されて今に至る。すごい。当時の中坂のさ握手会、そんなに多分いい対応じゃなかったと思うんだけどさ。今に比べたらね。そう、昔は今に比べたら多分そんなに良くはなかったと思うんで、それでちゃんと沼ってくれてるのがもう感謝です。お客様生徒でみゆちゃんのカードが当たった縁で個別取ったのがきっかけです。やっぱ大事ですね。今回みんなの手元に届いた私のカードを受け取った人、ぜひ遊びに来てね。おうち時間が増えて DMM を見るようになってから好きになった。イエーイ。 DMM も新しい。4週来た人も名前覚えられない。そうだよ、連続4週だよ、人いないのにさ覚えられなかったんだよ。池田始まったね。池田コラボ配信しようよ。ダメだ、ごめんなさい、嘘です。また日を改めてします。マンボ延長らしい。あー、ピエンだね。でも仕方ない、増えてますからね。握手会の反応初めからとても良かったよ。本当に、いや優しいですね、ありがとうございます。AKB 怖くて最初に行った時は人懐っこかった。本当に、そう、なんかさ、ピアスさんがめっちゃ私先輩の懐に入るのがうまいって超言ってくれるんですよ。そんなイメージ自分になくてびっくりびっくり。そう、
伝えてこなくていいです、振りじゃないです。毎回知らない中坂太田さんとご挨拶するの楽しいよ。もっと楽しくするようにね、今回はあの期待してて待ってください。語彙力昨日劇場でもらったメッセージカード中ちゃんのだったよ、やったー、イエーイ。キウキはアーヤを押すと思ってた中坂に、何があったんだろう、全然結構真反対じゃない。何枚書いたの？ 22 枚書きました。ね、谷さん今日何歳披露したんですか？ちょっと見れてなくてやばい。そう、昨日さしっかりショールーム終わった後寝ちゃってさ、お寿司食べてからブログ遅くなっちゃった、ごめんね。ケーキの入り口は池田でした。ミュウも結構池田のファンの方来てくれます。イエイ。タイさん綺麗でした。早く見ます。アーカイブ。君のことが好きやけん。いいですね。めっちゃいいですね。それめっちゃいい。君のことが好きやけん。僕はいつもここにおるよ。人混みに紛れて。難しい。博多弁わかんない。気づかんくてもええでみたいな。わかんない。タイさん可愛かったよ。今日は劇場に行ったんですか？めいちゃんと最初話した日がネギトローズの方と初めて話した日。イエーイ。そう、なんかもうね、みんながなんかみんながそう、私のトーク会に来ないの。みんながなんか全然あっちで話しててはにゃーみたいな。気づかんくてもよか、よかよかなの、いけたじゃん。よか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 みたいな。君のことが好きやけん、君と会えたそのことだけで温かいわ、温かいわ。名古屋弁、君のことが好きだもんで僕はいつもここにおるよみたいな。いるよ。人混みに紛れて気づかんくてもいいみたいな。君のことが好きだもんで君のと会えたそのことだけで温かい気持ちでいっぱいいいになるわみたいな。そう、今日も腹筋腕立て完了しました。おー、ムキムキですか？名古屋民でも名古屋弁がたどたどしくない。中坂だって名古屋弁話さないもん。なんかでも最初はあた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 がいい気持ちでがなんか抜くとい気持ちだったんですよね。なんか抜くといってなんか嫌じゃん、言うけどさ、抜くとい抜くとい気持ちでみたいな、ちょ可愛くないなみたいになったんじゃない。そう、祖父母と話、あ、でもミエはあのミエのおばあちゃん家に行くとめっちゃミエ弁になります。新幹線でカフェラテぶちまけた、やばすぎ。それは拭いて拭いて、大丈夫大丈夫ない、それはやばい、カフェオレはやばい、匂いがついちゃう。中ちゃんのトーク会話すことノープランでいけるかな。割とファンの方ノープランっていうかなんか、あ、ここに来て忘れちゃったとか、長底話すことないとか言われるから、意外とノープランでも楽しんでもらえるかも。かっこファンの方のモノマネ好きやねん。めっちゃ面白い。先週耳鼻科に行ってきました。やめて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 、マウント取らないで。
今日も境寒すぎる。いや境に限ったことじゃない、名古屋寒い。今は暖房を入れてます。ぬく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 。めっちゃ楽しいのは間違いない。あ、本当？ありがとう。全然マウントじゃない気がする。マウントやろ？絶対だって歯医者さんだったらさ、今の報告してなかったやろ。いえいえ。全力ウキウキしてます。かわいい。中坂はあの新幹線ではぶちまけたことないよ。何の報告やねん。でも一回あのもうあと10分しかないの発車まで、なのに橋本彩とあの某コーヒー屋さんにコーヒーを買いに行って、もう見るのが全然できなくて、もうやばいあと2分しかないみたいになって、やばいやばいみたいになってたんだけど、もうやばい本当にやばいねってなって、でできましたって言われて、はいって渡されたから、ありがとうございますって言ってもう走ったわけよ。でもなんとか間に合ったんだけど、なんとか間に合ったんだけど、ストロー入ってなくて何も飲めなかった。そうホットとかじゃなくて普通のドリンクでもなくて、あのフラペチーノだから こうやってガブ飲みする勇気もなく、はい、あのストローがなくてこの新幹線お姉さん待ちました。品川じゃない東京駅です。そうトイレで鍵をする。それはやばすぎ。30分にギフト読みします。だから30分になったら教えて。幕張って思うじゃん。違います。何のマウントやねん、何の煽りやねんか。これはあの歌唱力の収録だったの。で急遽3人しかいなかったの。その3人でも一生いました。まだそう遅いんですよ最近。ピエン。全然ピエンと実は思っていないねん。そう違いますと表情。生ハムのお寿司食べたい。めっちゃ美味しいよ、食べてください。てかさこのショールームの背景めっちゃ可愛くない？映えなんだけど。映え。ママサカがいないと寂しい？内心寂しい？寂しくないですね全然。はい。ほののさんとあんなんちゃんの2じゃないよ、だから途中で抜けるで。あもちもち雪丸よん。メモ2じゃないよ、さそろそろ呼ばれないかな、バレンタインだよ。みつきちさん日本巻きだからあっちだって。そう生ハムのお寿司なんだ。そう昨日あのお寿司を食べながら配信をしてたんですけど、生ハムを食べてたらみんなに珍しいネタだねって言われました。橋ギリギリで買うのがすごい。大阪もでしたね。よく覚えてます。たこ焼きもねやばかった。なんか置いて走っていいよとか言ってたんだけど、いやよく考えたらダメだなみたいな。21時25分ありがとう。もう生ハムは毎回食べますね。あとは高いお寿司も絶対1貫は食べます。ファンクラブのスタンプライン早く中ちゃん出ないかなね。中ちゃんいつだとみんなで予想しよう。何月までだっけ。うわー言った、聞こえたかな今。スシロー行ったことないの。でもみえも昔はずっとクラでした。でも最近はスシローですね。3月までか。じゃあ何月何日に中坂が出るか予想会をして、当たったら、うわ痛い、 なんでこんなにバキ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 言えんだろう。
何それ中身言うてイエーイ。なんかシンプルに別にどこでもいいそう、かっぱ寿司行ったことない、はま寿司もないですね。くら寿司とあのスシローしかない。あとはちょっと高いお寿司屋さんくるくる回るしかないです。今日のナチュラルな感じのなやちゃん JC 感あって好きだって。 JC 感ある？なんかちょっとカビゴンみたい。あ、サメの着ぐるみです。仲間です。怖いとか言わないの、言わないの、かまちって言ってください。サメ好きなんですか？豚が好きです。なお友達がサメみたいな、私のお友達のナナシ君とイクラちゃんではなくかまぼこです。かまぼこサイドみゆちゃんをサメと認識してます。サメだよね、サメだよね、サメだよね、サメだよね。ねりんはいないですね。あ、いた、元気っぽい。いってらっしゃい。似てないよ、似てないよ、似てないよ。寝ても覚めても中ちゃんワールド夢中にさせちゃうぞ。太郎くんもいます。太郎くん今山登りの修行に行ってるんだ。あそこに見えます。バレンタイン出るの？バレンタインまだ決まってないです出たいなーみたいな。お時間です。はい、じゃあ読みます。あ、画面がスライドできない、なんでだろう、画面がスライドできない、なんでだろう。今日の中身73位はデケデケデケデン、ウマルタンのアバターのふふふふさんです。ありがとうございます。イエーイ、ありがとう。待って待って、ギフト読んでなかった、ギフト読んでなかった、読みます。
シルルルルンさん好き好き者さん、レインボーシルルルンさん、クッキーアジサイニャニャさん、クッキー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 、シルルルンさん、クッキークッキー、好き好き好きおじさん好き好き、んおじさん好き、シャーさん、タコさん、ヒコブシさん、クッキー、ソラマメさん好き好き、サッカーラスカルさん、クッキー、ソラマメさん好き好き、おじさん結婚して、ナッキーさん、チョコレート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 、シルルルルさん、クッキー、ナッキーさん、チョコレート、おじさん、ラブレタン、カッパさん、クッキー、おじさん、レインボー、シルルルルさん、クッキークッキー、カッパさん好きカッパさん好きシルルルルさん、クッキー、ソラマメさん、クッキー、サッカーラスカルさん、ハート、ピピフピさん、トラノンプ、バイクさん、トラノンプ、おじさん、タコさん、シャーさん、コーバン、コギミュンさん、クッキー、ダダさん好き、ダダさん好き、チョコレート、ハッピーバレンタイン、おじさん、チョコレート、アジサイニャンニャンさん、猫鍋、シルルルルさん好き好き、チョコレート、ナッキーさん、かわいい、シルルルルさん好き好きアジサイニャンニャンさん、猫鍋、ありがとうございます、イエーイイエーイ、ありがとうございます。4回目だって、すごいすごい、うまい、なんか中坂のショールーム73位狙うのうまい人多すぎみんなありがとうではランキング読むよ、イエイイエイ、ウォーウォー、チェケラごめんなさい、あー寿司食べたい、お肉食べたい、お肉食べたいお肉食べたい、ねえ誰かお肉食べたい、肉寿司が食べたいです、変な顔しちゃった、20回見ます、いきます、せーの、 SKE のクマさん、ウミガメさん、マツムラブさん、ピッピフーピさん、トマトさん、寝落ち常習ハサハムスターさん、ありがとうございます、イエーイ、 ありがとうございます、イエーイ、自分は2回かな、結構皆さんありますね、僕の腹の肉でよければ、みんなのお腹のお肉を切り取って焼肉大会しようねイエーイ、ありがとうございます、イエイイエイ、13位ふみさん、ありがとうございます、ちょっと待って、ヒヒー、12位ふみさん、ありがとうございます、そのままぴょ、11位ふみさん、ありがとうございます、キー、10位ふみさん、ありがとうございます、ぶどうプチプチ、9位ふんふんさん、ありがとうございます、カキーン、8位ふんふんふんさん、ありがとうございます、ガロさん、7位ふんふんふんさん、ありがとうございます、アイサイニャンニャン、6位ふんふんふんさん、ありがとうございます、シャーク5位ふんふんさん、ありがとうございます、おーし、4位ふんふんさん、ありがとうございます、モフモフ、3位さん、ありがとうございます、シャキーン、2位さん、ありがとうございます、あっちこっちどっち、ナッキーさん、そして今日の1位はドゥクドゥクドゥドゥクドゥクドゥドゥク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 ドゥンデンさんです、イエーイ、せーの、シュルルルルン、ありがとうございます、イエーイ、ありがとうございます、イエイイエイ、ピースしてます、ということで2735人の皆様、配信を見てくださってありがとうございました、コメントしてくださった方、星やギフトを投げてくださった方もありがとうございました、もしよかったらメール、ブログのチェック、大富豪とショールームのフォロー、ツイッターとインスタグラムのフォロー、メブロのチェックよろしくお願いします、後ろに鬼さんがいるのを今気づきました、はい、ピンクちゃんです名前は忘れた、アメブロを見てみてください、もしよかったらメール、ブログのチェック、大富豪とショールームのフォロー、ツイッターとインスタグラムのフォロー、メブロのチェックよろしくお願いします、今日はギルドバトル22時から企画と計画で対戦です、おー
なんか不定期でやってくるねそこ。また見てね。せーの、めいちゃーじゃんけんぽん、あっち向いてほい。今日の合言葉はシャーク。バイバーイバイバーイ。明日は、でも明日は菅原さんの生誕なのでこのくらいかなって思います。せん、もしかしたら時間が違うかも。またメールします。バイバーイ。イエーイ、ガブガブ。